トラック競技決勝種目は男子の 110m ハードルの決勝です。今日の中学記録は14秒08、大会記録は14秒68です。それでは出場いたします8名の選手を連順にご紹介いたします。第1レーン平原君、片木原。第2レーン丸山君、鴨川。第3レーン岩井君、同志社。第4レーン吉村君、洛北。準備。第5レーン片山君、桂川。第6レーン川村君、洛北。第7レーン東君、富士の森。第8レーン磯田君、旭ヶ丘。以上の8名で間もなく出発です。フィニッシュタイムは15秒65。